それでは順を追って再質問してまいりたいと思いますが、大体答弁で概略は分かってまいりましたが、まず体育館の関係でございますけれども、基本設計はですね、 CM の移行を条件に、実施設計を想定したいわゆる精度の高い提案になるよう、募集期間をですね、あるいは準備期間を長く設けて早めに取り組むべきと考えますが、どうでしょうか。子ども教育部長。はい、議員ご指摘のようにですね、基本設計につきましては、その新体育館建設の骨格となることからですね、十分な検討期間が取れるように、できる限り早く早期発注に努めてまいりたいと思います。また今年度のですね、コンストラクトマネジメント業務の中でも、この基本設計の整備方針の条件となるように、十分検討を進めていきたいというふうに考えております。以上です。議長。13番議員。またしっかりですね、CM と相談をして、手戻りとかですね、見込み違いが出ないような形でお願いしたいと思います。それからですね、次に用地買収の関係でございますが、意外にこの用地買収に手間取るケースも考えられたりですね、あるいはその代替地を希望する人はですね、今からやっぱりある程度の対応を検討する必要が出てこようかと思いますし、それからいわゆる正式交渉に入る前にですね、地権者の個々の意向を十分把握しておく必要があると考えますが、この辺の地権者との状況はどのような状態になっていますか。子ども教育部長。はい、正式なことはまだなんですけれども、想定される中には、複数の方がですね、その代替を希望されているようにもお聞きしておりますので、なるべく早くですね、多くの時間を割くことで、調整していきたいというふうに考えております。以上です。13番議員。それとですね、これまで体育館は何度か会合を持って、一つの身の丈に合った体育館ということの中で、整備方針を固めてきたものですから、ぜひですね、この先ほど申し上げました丸一の競技イベント機能からですね、始まって、それぞれの付属施設等々もですね、延岡駐車場もですね、この前提で、どのぐらい高くなるかということでですね、しっかりこれ CM と詰めていただきまして、当初の見積もりよりどのぐらいに高くなるか、そしてまたこれに対する財源対応をどうするのかということで、前提条件はですね、あまり変えなくて、とにかく最初は坪110万程度がですね、どのぐらいまで今の実勢の価格で高くなるか分かりませんけれども、この基本線をですね、基本的には尊重する前提で、CM とギリギリのところの調整や話し合いをお願いをしたいと思いますが、単にその値上がりをしてですね、事業費が足りないということで、施設を小さくするということになりますと、機能的な面だとか、いろんな面に差し障ってくると思うんですが、この辺はどんな姿勢で CM に対して臨まれますか、お伺いをいたします。子ども教育部長。はい、まずこの CM を使うということも、かなりお金を使うということは当然あります。これだけかけてですね、同じことをするということは本当に意味がありませんので、CM を入れたから、そのこれだけの、規模で、これだけの質で、これだけの、当初のものをですね、達成できるというのが一番ベストでありますし、予算の中で収まるのが一番ベストだと思います。ただ、それを越している可能性も当然ございますので、その時に初めてですね、じゃあどういうふうに検討したらいいかと、そのまた具体的な提案もいただけますので、そこを含めて質の高いものを作っていきたいというふうに考えております。13番議員。そのような考えということでありますので、しっかりまた詰めてほしいと思いますし、それからこの CM に支払う報酬といいますか、ギャラの関係ですが、これは特に基準というかそういうものはないと思いますが、どのようなことを前提にですね、このギャラ、そして平成28年度は
予算流用によりまして約2200万円というような対応するようでございますが、これらの支払いのですね、基準はどのようにして算出されましたか。子ども教育部長。はい、この CM の費用についてはですね、部がかりというか公的な積算基準というのはございませんでございましたので、今回の積算につきましては、その改め全国的にですね、実績の多い複数の CM 業者の中、実際にはまあ4社でございますけれども、この支援内容を示した中から見積もり価格を提出していただきまして、その平均も出したということでございます。以上です。はい、議長。13番議員。はい、しっかり取り組んでほしいということと、それから、財源の確保はですね、また財政当局と決算のところで聞きたいと思いますけれども、いずれにしましてもですね、この体育館につきましてはですね、ある程度そうは言ってもですね、中途半端な機能にならない施設にしておくことが大事だと思いますので、金もそうでありますが、いろんな面からですね、最終的には考えて一定の方向を出してほしいということを要望申し上げまして、次に進みます。次にこれからの農業についてということでいろいろありましたが、先ほどのですね、まず答弁の中で耕作放棄地が33ヘクが 19.9 というような、大変農業公社でしょうか、中心に約4割くらいまで減少しているということですが、よくやったという反面はですね、裏側から見ると市の方もそれだけ補助金も出しているということになるわけでございますが、今後ですね、この耕作放棄地、遊休地のですね、解消はどのような方向を考えているか、お尋ねをいたします。地域ブランド担当部長。はい、農業委員会制度が新しく変わります。これは28年、今年の4月から変わっているわけなんですが、使用印としては、来年の3月20日以降になりますが、この中で農地利用最適化推進委員という、そういった方がですね、7名ほど選出されまして、いろんな形で農地の流動化ですとか、そういった耕作放棄地の問題等々についてですね、地域で相談を受けて、それを農業委員会へつなげてくると。そんな取り組みをいたしますので、まずはその取り組みをもってですね、耕作放棄地の解消に努めてまいりたいというふうに考えております。13番議員。それと公社が大体今4割ということでですね、この辺が私は限度であろうかというふうに思っておりますが、今後その民間等がですね、売り系の企業等がですね、参入をし、例えば市が大規模集約で土地の方はまとめますが、耕作の方はですね、民間でやるというのは、こういう手を挙げてくるような民間業者が今いるかいないか、この辺についてはどうでしょうか。地域ブランド担当部長。はい、耕作の方でいわゆる農作業受託ですね、これをしているところで、一昨年ほど前にはすでに5ヘクタールほどの農地を民間のいわゆる農業生産法人に置かせておりますし、今後もですね、聞いているところでは民間の大手がですね、そういった形の中で農業参入をしてまいりたいという形で、希望しているというふうに聞いております。13番議員。ぜひね、そろそろですね、農業公社だけでなくして民間企業の参入をぜひ進めてほしいということでございますし、それから最近はですね、IT 農業ということが叫ばれてまいりまして、いよいよですね、2018年度からいわゆる JAXA で打ち上げた衛星を使ってですね、トラクターが自動運転とか、あるいは受信機をつけてですね、自動走行をすればですね、10センチくらいの誤差で非常にその作業の手順とか、あるいはどこまでというものを設定をすればですね、性能をよくトラクターもできるし、それから人が乗ってなくてもですね、24時間運転等もできるというようなこと、それから最近も新聞にも報道されてましたけど、果樹の生育状況とかいろいろにですね、ドローンだとか、あるいはロボットも使った
事例が紹介されるようになってまいりましたんで、なんとかですね、この民間企業とタイアップをしましてですね、積極的にいわゆる有給農地の解消に取り組むということを意欲的にやってほしいと思うわけでございますし、それから米のまた販路につきましてもですね、例えば先進的な例では個人が台湾の業者等々ですね、連携をして、値は高いけれども美味しい米をですね逆に外国の方へ輸出をするというような状況も見えてまいりますが、これからその JA 等々ですね、市はどんな形で連携をしながら具体的にこの TPP 等にですね対応できる体制を作っていくのかお伺いをいたします。地域ブランド担当部長。まずですね、今お話のですね、輸出の関係でございますけれども、現在、先月の29日に、JA の全農長野県本部の方で、県産米の輸出を始めるということで、決定しましたという、そんな発表をしました。塩尻市もですね、当然、稲作は非常に盛んでございますので、この中からやはり、海外への輸出というものを見据えまして、税等々と検討する中でですね、塩尻三米をこの輸出ルートに乗せてまいりたいということで、考えております。いずれにしましても先ほども答弁いたしましたが、 JA との連携というのはやはり農業政策をしていく上でもって欠かせないことであります。9割の農家が系統出荷というそういう形の中では、どういった形でもって農家のそういった経営農家所得の向上を目指していけばいいかということも含めてですね、特に連携を密にしてですね、今後もさらに連携を密にして進めてまいりたいというふうに考えております。以上、13番議員。それから学者の推測ではですね、15年後に10分の1程度に稲作農家が減るということでございますが、塩尻市はそれほどは減らないとは思いますが、この辺の、予測、そして稲作農家の10割あたりの粗収入ですかね、今現在の、大体どのくらいになっているのか、お尋ねをいたします。地域ブランド担当部長。まず最初のご質問でありますが、稲作農家ではなくてですね、今農林業センサスでは市内の総農家数という形でも出しております。この辺のお話をさせていただきたいなというふうに思います。過去25年間の平均でですね、5年間ごとに測ってみますと、5年間で234戸の農家が 毎回5年間で減少しているという状況であります。平成27年の農家数につきましては2631戸でございます。これが単純に5年ごとに234戸ずつ減少していくというふうに見た場合にですね、15年後には1929戸ということで、ございまして2000戸を割り込むという可能性がございます。数字的にこう見ていきますと、特にですね、平成22年度から27年度昨年ですね、そこまでの間でこの5年間での農家減少というのは一気に加速をしているという状況も見えてきております。従いまして、今話は平均的に減った場合にはそういう形ですけれども、27年度から25年後にはですね、さらにこれよりも多くの農家が減少するという可能性も考えられるということでお願いいたしたいと思います。で、稲作農家の10割あたりの粗収入ということでございますが、県が公開しております農業経営指標を当てはめまして、計算をいたしますと、塩尻市の水稲の生産収量の標準基準値がですね、642キロであります、10割。で、これで計算しますと、16万2426円ということでございまして、18年までの米の直接支払い交付金7500円を加えますと、10割あたりで16万9926円という状況になります。